はい、どうも、小太郎です。っていうわけなんですけどもね。はい。いや、今回のテーマはですね。はい。ちょっと、あんまりね、話すのもあれかな、みたいな案件についてなんですけども、今ですね、だいたい週に1社か2社ぐらいね、すごいありがたい話、案件のお話来てるんですけども、ただですね、ちょっとね、こういうふうに案件受けてから分かったことがあるんですけども、まあ、あくまでですよ。あくまで、僕の経験上っていうのと、あと、全部が全部そうじゃないっていうのがありまして、日本の企業と、中国の、企業の方が、大体そうかな、2カ国ぐらいかな、今来てるんですけども、日本の企業って、あんまり、すごいなんか、不義理っていうかね、最初文章来るじゃないですか。バーって文章来て、あなたの動画がどうのこうの感銘受けまして、どうのこうのって、流れが来ましてね。で、結局、その商品紹介してくださいって言うんですよね。僕が断りの文とかね、断るときは断りますし、いいときはいいですし、で、条件言うときは条件言いますし、やらしやし金額これぐらいで、こんな感じで取らせていただきますっていう、条件売ったらですね、日本の企業は、多分、いっぱいインフルエンサーの方に声かけてるんでしょうね。で、言ったら、ノーの返事まで相手しないっていうね、はい、ノーって言ったら、ほったらかしですね。で、こっちはもう来るかどうかわからない、ずっと待ってるわけじゃないですか。そんなもんなんですかね。日本はノーなんですよ。逆に、中国の企業の方は、ちゃんといや、この条件やったらこれなんで、じゃあちょっと上司と交渉しますとか言ってね、じゃあこれでどうですかって言って、ノーにしても、イエスにしても、一応最後まで、回答、絶対回答をくれるっていうね。はい。なんかね、その辺がちょっと違うなっていう、ところがありますよね。なんか一般的ななんかイメージかな。僕、その日本の方がちゃんとするっていうね、そういうところはってイメージだったんですけど、今なんかね、全然中国の方の方がしっかりしてて、で、逆に日本の企業の方ですね、方でしたら、そんな風にね、僕が、ずっとやってたら、チャンネル登録者数伸びると思うんですよね。伸びた時にその企業覚えてるんで、次来た時って言うと、絶対相手しないわけじゃないですか、そんな。ね、こいつ無視したところやみたいな感じで相手せんしないんで、いや、なんかこういうのって多分思うには今後続いていくと思うんですよ。そういうお付き合いっていうのはね、いいにしてもダメにしてもね、それをなんか急に無視とかするっていうのがどうかなっていうね。逆に中もう今のところほぼ 100% 中国の企業はちゃんとね、返信していただいてるってことで、そしたら今後縁があったらお付き合いしましょうっていうことになると思うんですよね。こう言うたら、僕が思ってる日本人っていうのはそういうのをきっちりしてるなっていうイメージが、ガラリと変わったっていうね、お話でした。はい。そんな感じで、ほな、さいなら。